伏見駅は京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町にある近畿日本鉄道京都線の駅。駅番号は B06。当駅を含む区間は鉄道省奈良線が1921年にルート変更する前の路盤を利用して建設されているが奈良線時代にもほぼ同一に伏見駅があった。相対式2面2線のホームを持つ高架駅。 ホーム有校長は6両。改札、コンコースは1階、ホームは2階にある。改札口は1カ所のみ。当駅が高架で建設されたのは、建設当時に当駅北方の国道24号線上に、京都市電伏見線が走っており、立体交差の必要があったためである。奈良鉄道時代は、平面交差であり、両者の衝突事故が何度か起きた。京都駅管理の有人駅で、 北パー以降下対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。京都市電1829号駅北側の柴田屋敷町公園には京都市電1800型が集会所として保存されている。 最寄りバス停は駅から徒歩5分のけ田街道沿いにある棒花または西隅染通りとなる。近鉄バスの路線は駅前の国道24号上を走行するが駅前にはバス停がない。ありがとうございます。